はい、今回はですね、神奈川県にあるインディアナ RV さんが販売しております、軽自動車、キャンピングカーインディ727、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、このインディ727なんですけども、ベースがですね、ダイハツのハイゼットトラック、要は軽トラックですね、軽トラをベースにしたキャンピングカーになるんですけども、やっぱり軽キャンパーだけあってサイズが結構コンパクトなんで、まず止める場所に困らないですし、観光地だとかね、そういうところに行っても駐車場の中にこうすっぽり、入るサイズですので、取り回しがですね、やっぱ軽キャンパーってね、いいと思います。はい、ではインディ727の室内をご紹介していきたいと思います。でこちらはエントランスドアになって、ここから入りますとすぐ近くにですね、アナログのこのボルトメーターと、これメインスイッチになるんですけども、メインスイッチと各伝送品のですねスイッチ関係があります。室内灯だったり、この下ですね、あと水を使う、このポンプを使う時のポンプのスイッチ、あとですね、これオプションでインバーターをつけているので、インバーターを使う場合はここを押します。はい、でここを開けると給水タンクと排水タンクですね、13リッターのタンク、この中に水を溜めておいて、使った水に関してはこの排水タンクに流れ落ちる仕組みになってます。はい、ここがね水のシンクになっていまして、まあちょっとした洗い物だとかね、まあ最近はこのコロナのこともありますので、ここでですねしっかり手を洗うことができます。でこのフォーセットはこう伸びますので、エントランス開けて外側でもですね、水を使うことができます。はい、でこちらがですねコンセントですね。で外部電源、先ほど映像あった通り外部電源のですねコードを差し込んだ時は
ここから 100V が出てきまして、先ほどあったインバータのスイッチを押すとこちらの方から 100V が出てきます。で横に移動しまして、これもですねオプションなんですけども、ベバストの FF ヒーターのスイッチがあります。もう北海道では必需品なんですけども、 FF ヒーターのスイッチはここで、吹き出しはですねここから暖かい空気がねわーっと出てきます。でキッチンの上はここにこう照明がありますね。照明とちょっとした小物入れがこちら側と、あと反対側のこっちにもですね収納があります。コッパラプルーフを開閉していきます。まずこのベルトを緩めます。そしてまあどこかドアか窓を開けて圧力が抜けるようにして持ち上げます。これだけですね。今、ね、この窓を開けてやってました。はい、ですねポップアップルーフをこう上げるとですね、私が立ってもまだまだ3、40センチぐらいの余裕がありますんで、立って歩けるスペースがね十分にあります。はい、こちらがですねポップアップルーフの上になりますね。照明がついていて、で車の横幅いっぱいのですねベッドがありますので、就寝スペースとしてはですね下のベッドよりはこのバンクベッドといいますかね、ポップアップの部分のベッドが一番広く、寸法があると思います。はい、それではですね実際にこのポップアップルーフを収納していきたいと思います。ポップアップルーフをこれ閉めるときっていうのは、実はこれ負圧の関係があるので、窓ドアをですね全部閉め切った状態だったらなかなかこれが閉まらないんですよ。なので、このポップアップルーフを上げたり閉めたりするときは、まあエントランスドアもしくはですね窓を開けて開閉をねします。じゃないとですね圧力の関係で閉まらないんですよ実は。なのでまずちょっとドアを開けます。はい、そしてでは
上にあるハンドルを握って体重を乗せてこう下げてきます。で、だいたいこのぐらいまでにしとくんですよ。で、中の生地をですね、挟まらないようにグッと中に入れ込みます、はい、で、この状態でまた下げていきます、はい、で、インディーの場合はロックのバンドがここにありますので、このバンドをですねここに引っ掛けてギュッと、で、こちらも同じようにここに引っ掛けて、こういう風にすればルーフがですね開かなくなりますので、ね、これで大丈夫です。はい、説明欄にもリンクを貼っとこうかと思うんですけども、実はこの、あのインディ727をですね乗って、あの北海道をね旅されてる、YouTuber の方が実はいるんですよ。旅人千春さんという方で、インディに乗ってですね北海道のね雄大な景色をね撮っていただいたりだとかね、あのこういう風に使ってますよとか、こんなとこにキャンプ行ってますよっていう風なのね、アップしてる方がいますので、ぜひですねこのインディ727ご興味ある方はですね、あの旅人千春さんですから、旅人千春さんの、YouTube をですね見ていただけると、分かると思います。まあ女性の方なんですけどもね、僕も毎回見てるんですけど、非常にね、いい動画でたくさんありますので、ぜひそちらもご覧になってください、はい、インディ727いかがだったでしょうか。少しでも参考になりましたら、また高評価の方と、コメントありましたらぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴どうもありがとうございました。